俺はコージ、モナリザ商事に入って1年目の新人社員だ。おいコージ、この書類のここ水曜じゃなくて月曜だろ。ほんと単純なミスが多いな。こっちは先輩のエンジ。仕事はできるけど部下に当たりが強く社内では嫌われている。ああ、そうだ、俺忙しいから昼飯買ってこいよ。3分で3分。俺より暇そうにしてるくせに。わかりました、何を買ってきましょう。なもんセンスだよセンス、さっさと行けよ。おい。はい。何してんだよ。走れ。パワハラ上司が。わかりました、3分後。買ってく、買ってきました。マジで3分で買ってきたんだ、ウケる。やれ。さてさて、何を買ってきたかな。無難なやつっす。のり弁とか鮭おにぎりとかメロンパンです。はぁ、あ、無難っつったらタピオカパンに決まってんだろ。いや、どこが。そうすね、あまりで使わない。食わない。先輩はとにかく人使いが荒く態度がでかかった。別の日、外回りから戻りました。あっちいな、全然冷房効いてないじゃねえか。おい、そら仰げ。私ですか。でも2時までに終わらせないといけない仕事が。てめえが仕事遅いのはてめえが無能だからだろ。知ったこっちゃねえよ。先輩である俺の言うことが聞けないのかよ。一生平社員でいたいらしいな。はい、喜んで。つうか仰ぎ方が熱苦しいんだよ。半分脅しやんけ。もういいぞ。間に合わせないとダヴィンチ社との招待がなくなっちゃう。何、ダヴィンチ社。今うちで一番大きな契約を進めてるところだろ。だってエンジさんが仰げって言うから。遅れてもいい、とにかく終わらせろ。その後直接頭下げに行けば大丈夫だ。俺が行くからみんなもついてこい。はい。部下のために頭を下げに行くのか。たまにはかっこいいことするな。ダヴィンチ社にて。すいませんでした。全部こいつのせいです。全責任はこいつにあります。すいませんでした。やっぱクソだこいつ。結局ソラは全責任を無理やり背負わされ担当から外された。初めて大きな契約が結べそうだったのに。あいつに全部持っていかれたね。さすがに同情するよ。その後僕は転職し、前の会社よりも快適で労働条件のいい会社で働くことになった。先輩、この資料チェックしてほしいです。エンジのパワハラからも解放され、あれからもう3年。失礼します、モナリザ商事のエンジです。モナリザ商事エンジ。おぉ、よぉ、コージじゃねえか。こんなとこで何してんだ。どうしてうちを辞めちまったんだ。まあ根性がなかったんだろうな。エンジは相変わらず高圧的に接してきた。おい、ソラ、さっさと資料出せ。今出します。あ、ソラちゃん、まだあの会社いたんだ。実は今日は新商品の提案で回ってんだ。昔世話してやったろ。上司に話つけろよ。いや、そういうのはちょっと。失礼ですが、どちら様ですか。あ、どうも、こいつの元上司です。こいつやる気ないからすぐ辞めちゃったんすよ。ここでも迷惑かけんなよ。コージさん、この人どうしましょう。ん、コージさん、あの、離れてもらっていいですか。会社も変われば立場も変わります。今の僕はこの会社の販売部門の責任者です。え、マジで。昔はいろいろお世話になりましたが、仕事に上下関係を持ち出されても困ります。そのような投げやりな態度で仕事をするような会社にはお受けできかねます。てめえ調子に乗ってんじゃねえぞ。会社離れても後輩は後輩だろうが。口答えせずに言うこと聞けばいいんだよ。横暴な要求には答えられません。その高圧的な態度、弊社に報告してもいいんですか。今日はお引き取りください。また受注を提案される場合、違う担当の方にお願いするよう御社に連絡いたします。そんな、そうだ、あれで埋めた。コージが部長、コージが取引先、あんなことありえない。コージさん、久しぶりに会えてよかったです。それじゃあお元気で。ソラちゃん、持ってきた資料を見せてくれる。もちろんいいですけど、どうしたんです。うちの次の担当にソラちゃんをと思ってね。本当ですか。ありがとうございます。精一杯やらせてもらいます。コージさんってこんなに男前でしたっけ。いきなり担当外されたいの。パワハラですか。エンジは今回の件が査定に大きく響いたようで、すっかりおとなしくなったそうだ。部下に慕われない悲しい上司になんかはなりたくないな。